交互運ならツールオフ。はい、こんにちは、ツールオフ昼間店の山田とツールオフアシスタントのすーちゃんです。もういくつ寝ると梅雨が来るということで、本日は梅雨の前に準備したいワークマン5000円以内で買えるカッパ比較。企画ですね。はい、この前ワークマン行ってカッパ買おうとしたら結構種類多くて、どれを選べばいいのかさっぱり分からなかったので、今回4種類買ってきましたので、それぞれ着比べてみたいと思います。結論、これは嫌い。それでは本編どうぞ。今回税込み4900円のカッパ3つと税込み1900円のカッパ1つ買ってきました。簡単に紹介していきます。まずこちら、ベーシックレインスーツ型番が 6758-23、 税込み1900円です。これはシンプルな普通のカッパって感じがしますね。そうですね、ワークマンのカッパって結構評判いいので、これでも十分いいんじゃないかなと期待してます。こちらもなんですけど、今回すべて上下セットで購入させていただきました。上下セットで1900円ってすごく安いですよね。そうですね。次、イナレムストレッチインスーツ型番が NR001、 上下セット税込み4900円です。こちら私が行ったお店では一番目立つところにあったカッパになります。ワークマンの推しってことですね。はい。3つ目、レインスーツストレッチパーフェクト型番が R-600、 上下セット税込みで4900円です。全方向ストレッチといって体の動きを妨げないことがこの商品の売りみたいです。後で試してみます。最後、ハードマスター型番が W-8500、 上下セット税込みで4900円です。おそらく職人さん向けに作られているもので、驚異の耐久性と書いてあります。腰袋の中の工具が取り出しやすくなっているみたいなので、後でこちらも試してみます。じゃあ早速実践いきましょう。はい、じゃあまず一番安い1900円のベーシックレインコートを着てみましたので、すーちゃんに水かけてもらいたいと思います。いきます。はい、ストレートで行きます。はい、じゃあ今では行きます。大丈夫ですか？はい、ちょっと今かけてもらったんですけど、濡れてないか見てみます。大丈夫ですかね？感覚的にはどうでした？そんな濡れてない気がします。はい、ちょっとひんやりしたかなぐらい。へー、あ、でも全然濡れてない。大丈夫ですね。ですね、うん、はい、うんうん、どうでしょう、首元あたりも大丈夫ですかね？大丈夫です。あ、よかったです。へー、やっぱり1900円といえどさすがワークマン。さすがですね。はい、水流を強く、もすごいです。うん、水がすごいこれかけてて弾いてる感じがしたので。あ、そうなんですね。すごい後ろが結構弾いてました。足らへんも全然大丈夫です。あ、全然大丈夫ですね。ですね。あ、すごいすごい。ただ着てる時、何も雨かかってない着てる時はちょっと蒸し暑いかなと思います。はい、あとテカリが安さゆえのテカリがあるので、ちょっとかっこよくはないかなと思います。なんか作業する時よって感じの。そうですね、お洋服ですよね。はい、お洋服ですね。お洋服です。はい、まあ、1900円にしたらなかなかコスパいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ次、4900円のイナレムを着ていきたいと思います。あ、結構軽いですね。先ほどと比べてですか？もう全然軽いです。へー、確かに軽そうですもんね。はい、普通のウィンドブレーカーみたいな感じ。うん、あとさっきみたいな、なんか独特のテカリがなくて。そうですね、本当に普通のお洋服みたいな。お洋服みたいな普段のお洋服として。そうですね、そうですね。ただちょっとその分撥水力はちょっと大丈夫なのか気になりますけど、それも試していきたい。あとキャンプとかでも使えそうですよね、この。そうですね、ね、デザイン性が高いかな。はい、うん、では行きます。すげー弾いてる。おー、すごい。
ていくんですね。すごい。面白い。すごい綺麗に弾いてくれてます。かかってます。ズボンも結構弾いてる感じはしますね。うん。ちょっと今気になったのが、ここがちょっと暗くなってんなと思ったら、ここ染みそうですね。このままやり続けてると。だんだんとここら辺が黒くなってきちゃいました。ちょっと染みそうかもしんないです。一回見てください。はい、ここだけ水をのけた後も他のとこと比べてすごい色が変わっちゃってる感じはしますね。すごい真っ黒になってきちゃってるので染みてないかなっていう。はい、じゃあちょっと脱いでいきたいと思います。あ、濡れてる？若干若干濡れてる？そんなことはない。そんな濡れてない。ひんやりはしてるけど濡れてはないですね。そうですね、うん、はい。このゴムの部分とかどうでした？水が入りにくいようにしてあるんですけど、ここの部分とかどうでした？ここですね。そうです、そうです。はい、こうやって来た時にここの部分にゴムが入ってるのですごくあのフィットしてくれて、水が入らないように隙間、はい、隙間があの軽減されてます。であとはあのさっきの1900円のやつと着比べてみて思ったんですけど、1900円のやつは雨が降ってない時は暑くて、雨が降ると結構涼しいなって感じがしたんですけど、これ結構逆で、雨が降ってない時は結構通気性良くて普通の服かなって感じだったんですけど、雨が降ってからは雨の冷たさもそこまで最初は感じなくいい感じだなと思いました。後ろが濡れてるのはちょっと気になりますけどね。そうですね、ちょっと怖かったです。はい、はい、じゃあ3つ目、ストレッチパーフェクトスーツということで、動きやすさ的にはそんなにイナレムと変わんないかもしれないです。そんなに違いはあんまりないかな。ちょっとあの生地がもちもちしてるぐらい。あ、こっちの方が分厚い感じはしますけど、そうですね、ただちょっと厚いかな。あー、うん、さっきの方が、雨降ってない時は着やすいかなと思います。いきますね、お願いします。さっきのより弾いてる感じはすごくします。うん、あ、分かりやすいのかもしれないです、黒だから。ちょっとここも気になりますよね、ここの間ね、ここを検証したいですよね。あー、あ、いいですね。いきますね。入ってきた。冷たい。そうですよ。どうでしょう、暴風に耐えれてますか？耐えれてはいると思います。おお、すごくないですかこれ。ちゃんと弾いてくれる。はい、じゃあ3つ目、着ていきましたけど、さっきまで試してなかったんですけど、ここのあのマジックテープつけてみたんですけど、上にした時も水が入ってきちゃったので、あんまりこれ意味ないかなと思います。首元はどうでしたか？ちょっと濡れてる。どこが濡れてる？あ、ここか。ここちょっと濡れてるかもしれないです。そこちょっと染みちゃったかな。ここにタグがあって、下ろしてもらっていいですか？タグの部分がちょっと濡れちゃいました。ここの部分ですね、ここがちょっと弱いのかな。
感覚としては雨に守られている感、ちょっとあの伝わりづらいかもしれないんですけど、うん、あんまり濡れない感はさっきのイナレムの方がありました。安心感というか、うん、でも安心感はなくても濡れてはいない、濡れてはいないので、はい、何回か使えば信頼感は出てくるかもしれない。そうですね、まあ、来た感覚としてなんで。なるほどなるほど。でも見た感じデザイン性もすごく良くて、はい、かっこいいので、これランニングとか全く工具関係ないですけど、そうですね、ランニングとかねやったら、はい、いいかもしれないですね。そうですね、結構後ろ濡れてるかもしれないです、ここが。あ、本当ですか。ここが濡れちゃいましたね。はい、ちょっと最後のやつで腰袋のつけてみたので、あのそれの取り出しやすさ比較するためにさっき あのスーパーストレッチをちょっと着てみました。これで取り出しやすさが、あ、ちょっとここが反発しちゃって取り出しにくいかな、まあ、取り出せるっちゃ取り出せる、うんうん、取り出しにくいかなと思います。ちょっとサイズ感的にはどうなんですか。結構下のとこゴムが入ってる感じなので、はい、ピッチリしてるから取り出しにくいって感じですか。いや、そこまでピッチリはしてないんですけど、うん、このなんて言うんでしょう、ゴムが結構反発しちゃってうまく取り出せない感があります。はい、じゃあ最後ハードマスター着てみました。着てみた感じ、ここにあのゴムが入ってないんですね、うんうんうん、はい、なので、まあ、取り出しやすい、普通に取り出せます。ここのポケットは何なんですか。あ、ポケット開くんだ、だから取り出しやすいんだ。これが開くことによって取り出しやすい。ただ、まあ、開けなくても全然取り出しやすいかなとは思ったんですけどさらに取り出しやすくすることも可能です、うんうん、はい、でもちょっと不安なのは、さっきはここゴムが入ってたからここの間から入れなかったんですけど、うんうん、ここ水当てたらどうなるかっていうとこちょっと心配ですよね。そうですね、そちらも検証してみましょう、うん、はい、ちょっとさっき帽子つけた時に見つけちゃったんですけど、ここのね後ろにこういうフィルムが、わかりますか皆さん、ここに黒いとこの上にちょっと白いフィルムがこう縫い付けられちゃってるんですよ。ちょっと、まあ、見えないところだから別にいいんですけど、気にする方はちょっと気になるかもしれないですね。いきます。でも撥水の感じはさっきの方が良かったかもしれないです。今までのやつの方が、あ、もうダメですね、もうはい、最後のやつ着てみたんですけど、今ちょっと本物の雨が降ってきたって手早くやります。蒸れてる感じは強くない、まあ、弱くもないんですけど、で、まあ、着やすいは着やすいんですけど、腰袋がそこまであの防水されてない感じがあります。そうですね、なんか手を上げた時に腰袋に引っかかっちゃって 戻してもらっていいですか。この状態になってたのがちょっと気になりましたね。はい、あとは先ほどのやつ、ここマジックテープで止められてたのでよかったんですけど、これ一応ボタンで止めればするんですけど、ボタンなのでこうなっちゃうんですよ。あ、それはちょっと良くないかなと思いました。雨強いなこれは前回のやつですよね。はい、そんな濡れてる感じはしないです。全然ないです。はいはい、そうですね、ズボンも大丈夫そうです。大丈夫です。はい、じゃあこれで検証終わります。終わります。はい、ここまで実践していきましたが、いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ面白い企画だったと思います。ありがとうございます。私的にはこの1900円でしたっけ、はいはいはい、のやつがコスパ良くて手軽に手に入れられるので、これちょっと良かったかなと思うんですけど、デザイン性とかを考えるとこっちの方が私はいいかなとは思いました。そうですね、普段から1枚持っていくとしたらどれって聞かれると、この2つどちらかなと思ったんですけど、急な雨でどうしても作業しないといけない時に買うなら、まあ1900円なんでこっち買っちゃうかなという感じがします。これはどうでした。これはあんまり良くないかなと。その
一応手の部分がこれとこれはマジックテープで入らん、まあ、入るんですけど、その外れないようになってるんですけど、こっちボタンなので結構入ってきちゃったので、そこはなんとかしてほしいなと思いました。あとあれですよね、作業をしてる方のためのカッパなのに腰袋がそうですね濡れちゃったのが、はい、どうなのかなっていうのはありましたね。やっぱ手上げた時とかね、うん、4900円の価値は正直ないかなと思います。これを買うならこっちかなっていう、そうですね、感じはありましたね。個人的に買うなら、まあ、これが一番そうです、ね、安心感があった。乾いてた感じを見てて、一番最初にこれが乾きが早かったので、はい、パーフェクトストレッチですね。そうですね、良かったです。そうですね、うん、デザイン的にもかっこよくていいですね。そうですね、はい、ぜひカッパ選びの参考にしていただけると幸いです。ツールオフコメントコーナー、いつもたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。今回のコメントはですね、マキタここがダメ、充電式保冷温庫を買うときに注意したいことのショート動画から抜擢させていただきました。いつもコメントありがとうございます。確か値段は廃光器の方が2万円ほど値段が高かったので、なぜか疑問に思っておりましたが、廃光器の方は走行中にバッテリーが充電できるんですね。おかげさまで謎が解けましたとのことです。嬉しいコメントありがとうございます。はい、コメントありがとうございます。そうですね、マキタさんと廃光器さんの充電式保冷温庫、大きな違いの一つが、廃光器さんは充電式保冷温庫にバッテリーを挿した時に充電ができるっていうのが一番大きなメリットですので、そちらを考慮してご購入を検討していただけると幸いです。あとは廃光器さん、最新の去年の8月ぐらいですかねに出た3室に温度が分けれるやつは、結構お値段張るんですけど、2部屋モードで十分だよって方はもう少しお手頃に買うことができるので、そちらもご検討いただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。